ラシル。サローネドゥエミルセッテ料理長の湯気啓太と申します。今回は、トマトクリームパスタをご紹介しようと思います。このレシピは、僕がフランス料理をまだやってた頃よくまかないで、食べた思い出のあるレシピを僕なりにアレンジしてご紹介していきます。はい、まあ、今回骨付きの鶏もも肉を使ってトマトクリームパスタを作っていきます。はい、では下準備していきます。まずね、大玉のトマト 300g あります、ね、これを切っていきます。まずね、これね、4分の1だけ一口サイズに切っていきます。これは最後仕上げにね、温める程度火を通すと、ね、まあフレッシュ感もあってクリームのね重たさが軽減されます。残りの4分の3はこのまま置いておきます。で、ニンニクこれは潰します。で、これ鶏もも、はい、まあ、骨付きね。で、まず関節を切り離して、で、骨をね断ち切っていきます。はい、ここにね、鶏肉下味をつけていきます、ね、鶏肉約これ350g あります。ここに 1.2% の塩をしていきます。最初に、ね、下味をつけていくことも、ポイントですね。しっかり塩をなじませて置いておきます。調理していきます。まずね、鍋を熱々の状態にしていきます。オリーブオイル、煙が出るぐらいまでしっかり熱して、で、下味をつけた鶏肉、まず皮面から焼いていきます。で、動かさない、しっかり焼き付けていきます、ね、こういうね焦げが旨味に変わります。白ワインビネガー加えます。ビネガーの余計な酸味を飛ばすために、まず鶏肉を焼いてからビネガーを加えて酸味を飛ばします。白ワインビネガーの余計な酸味が飛んだら、トマト4分の1だけにカットしたトマトですね、焼いていきます。で、潰したニンニク香り付けに加えます。トマトもしっかり焼けたら、お湯を加えます。これね、まあ、トマトを崩して蓋をして煮込んでいきます。まあ、大体15分ぐらい経過した状態です。骨付き鶏ももで炊いてますので、骨からしっかり旨味の出たソースになってます。ここでね、ニンニクは外していきます。ここで、クリーム加えます。今お好みで、乾燥オレガン加えます。まあ、鶏肉で、まあ、相性がいいのは、まあ、タイムなんか相性いいですけども、今回ね、トマトクリームパスタですので、トマトの味わい、香りがこうより美味しく感じられるようにオレガノを僕は使ってます。骨付きのね、ゴロッとした状態で切ってますけども、やっぱりね、男性の方にもすごく楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。はい、では煮詰めていきながらパスタを入れていきます。はい、今回使うパスタはリングイネというパスタです。まあ、ちょっとね、楕円形の形をしてます。表示時間この10分となってますけども、ちょっと早めの9分30秒ぐらいで茹で上げていきます。では茹でていきます。塩加減で大体 1% ぐらいの塩分濃度にしてます。はい、パスタ茹で上がりました。ちょっと早めの9分30秒で茹で上げてます。
で、もう美味しいクリームソースの中にパスタを加えます。はい、この中で美味しいソースを吸わせていきながら仕上げていきます。うわー、みんな大好きなやつですね、これもね。塩はね、鶏肉に 1.2% の下味をつけただけしか今入ってない状態ですね。でそれでも結構ね、ちょうどいい塩加減にはなってます。まあ、物足りない方は、パスタ湯を加えていくか、ちょうどいい方は、パスタの硬さを調節していくだけですので、お湯を加えていきます。一口大にカットしたトマト、ね、これもね加えます。温める程度で、ね、クリームのねちょっと油分をこのトマトを食べた時に切ってくれる役割ですね。じゃあ仕上げていきます。パルミジャーノ・レジャーノ加えます。ちょっとさらにコクを加える。はい、なじませて火を止めます。で香り付けにエクストラバージンオリーブオイル。はい、完成です。盛り付けていきます。ドンと、で上からイタリアンパセリ、完成です。ではいただきます。いや、僕の子供も大好きなこのレシピなんで、よく作るんですけど、いつも通りめちゃくちゃうまいです。で鶏肉骨付きのまま炊いてますんで、ガブッと、最高。いやうまい。関根くん食べて。まずパスタ、あと鶏肉かぶりついて。これ間違いないです濃厚で、でも食べ飽きない感じで、すごい美味しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。僕は湯気チューブというチャンネルで主にパスタ料理を配信してますので、そちらもぜひ遊びに来てください。横浜の元町中華街駅のすぐそばでイタリア料理店サローネドゥエミルセッテでも料理長としてやってますので、ぜひそちらもお待ちしてます。ありがとうございました。